何のほど今さまざまにですね、一般の神道学会員の方、迷ってらっしゃるということも私ども取材の中で出てきましてですね、まあ、芸家としては今どうお感じでいらっしゃいましょうか。いや別にね、私どもはあくまで宗祖日蓮大聖人の教えをどこまでも正しく、保ち、またそれを公然流布して広めていくことがですね、広めていくことが一切のためであると、その確信だけです。その意義でおいて一切を行っております。以上です。芸家も心中はだいぶお悩みのところもあるかと思います。いやもうその今の申し上げたですね、その大聖人の仏法をどこまでも正しく守り、正しく広めていくということ、その意味において今一切の宗門の行動があります。以上、わかりました。どうも。はい。